Think Tech Hawaii. Civil engagement lives here. Welcome and konnichiwa to Think Tech Hawaii Japanese series. Konnichiwa Hawaii, a Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Dr. Elizabeth Keith, educator and specialist in cross-cultural communication. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから Think Tech Hawaii が日本語でお届けする、こんにちは、ハワイ。ホストの国末ゆかりです。今日の放送は、クロスカルチャーコミュニケーションの専門家で、教育者でいらっしゃるエリザベス・キース先生をスタジオにお招きしています。今日の話題は、高等教育におけるヒューマニティ、人文科学分野についてお話を伺いたいと思います。エリザベス先生、今日はお忙しいところ、はい、ありがとうございました。こんにちは、はい。まずですね、はい、そのクロスカルチュカルチャー、はい、コミュニケーションっていう英語なんですが、はい、これを少し簡単にあまり専門でない人に説明していただくっていうのは可能ですか？うん、そうですね、はい、クロスカルチャーっていうのはその異文化ですね、違う文化、はい、でね、コミュニケーションですから、はい、違う文化の人たちがお互いにどのようにしてうまくコミュニケーションができるかっていうことが、うん、クロスカルチャルコミュニケーションですね。なるほど。例えば、はい、じゃあ日本の人がハワイに来て、はい、ハワイの人と地元の人とコミュニケーションするとか、はい、アメリカ人とコミュニケーションするとか、はい、まあ、そういうことですね。そういう学問があるわけですか？そうです、あります。で、まあ、10年15年前ぐらいから始まったんですけれども、はい、まあ、ハーバード大学でもこの異文化研究とかがだんだん発達してしてきて、はい、それで言葉を話すだけでは、うんうん、コミュニケーションが成り立たない場合があるんですね。ですから英語ができるからもうアメリカ人とか英語族の人たちを全く理解しているっていうわけではないですよね。なるほどね、はい、日本の方はよくアメリカに行って、まあ、ハワイに来てですね、はい、英語さえ勉強すれば、うん、もうみんなアメリカとかのことが分かっちゃうねっていうわけでもないでしょうけれど、うん、そういうふうに思ってらっしゃる、または希望してらっしゃる方も多いと思いますが、うんうん、言葉が分かるだけではないと、そういうことですね。そうですね、言葉だけじゃなくて、その言葉の裏付けになるその文化ですから、はい、文化って何かというと、その価値観とかね、その伝統とかで、はい、その習慣とかもいろいろありますけれども、それも全部含めたのがその文化、はい、でその文化っていうのは一般にその研究者の中ではそのレンズって言われてるんですけど、レンズって、はい、レンズ、そのメガネのレンズと同じように、はい、あまりそう意識はしてないんですけれども、はい、そこにあるもので、はい、その文化を通して世の中が見えてくるっていうのが、はい、カルチャーなんですよね。で自分たちではメガネはかけてない、はい、もう慣れてしまって思っていても、実はかけている、そんな感じですか？そうなんです、はい、実はそうなんですよね。なるほど。ですからやっぱりその国とか育ちの価値観とか、うん、そういったものがその人の行動とか、はい、その判断とか、はい、いろんなことに影響してくるわけで、それでそれまた違った文化の人がそれを見てて、うんうん、あら、なぜこの人こんなことするのかしら、はい、とかね、はい、っていうことはよくあります。当たり前でしょうみたいなことが、そうでしょ、なんで英語で話してよく理解し、お互いに理解してるのに、なんでこの人突然こんなことするのかしら、ありますね、思う時あります、はいはい、自分でもありますけどね、はい、でそれが、はい、やっぱり文化が違うからで、はい、その文化を理解しないと、はい、ちょっと時々ね、このコンフリクトがあったり、はい、ちょっとうまくいかなくなったりするっていうのがあるんですね。エリザベス先生はこの分野にはどうして、はい、もう私はその2つの文化で育ちましたので、はい、私の父はスウェーデン系のアメリカ人で、お父様がアメリカ人で、はい、ニューヨーク生まれで、はい、で日本に来てですね、それで母は北海道生まれの日本人なんですね、はいはいはい、ですからその2人の文化を見ながら私育ってるんですけれども、はいはい、それでまあ卒業してからは通訳の仕事を長年してまして、はい、それ日本でされてたんですか？そうですね、日本、それでその通訳の仕事、日本というかハワイでしましたね、はい、でも、はい、ハワイにずっと住んでるんですけれども、うん、その日本の企業が、うん、まあ、雇ってくださったっていうか、はいはいはい、ですから仕事は日本でしたり、うん、あとアメリカ本土でしたり、特にその
製造物責任っていうんですか、うんうん、その訴訟の関係の通訳をしてたんです、はい、じゃあ裁判とかそうです、そういった感じですね、裁判とかデポジションとかね、はい、その、はい、証言収録とかっていう、うんうん、そのそういう場所でそのアメリカ人の弁護士さんが、はい、自分の日本人のクライアントの人を、うん、その裁判で証言するための準備を、はいするときにやはり言葉が通じないとで私が入ってその時にですね、はい、言葉だけ理解しても、はい、それこれだけじゃ足りないんだなっていうのが本当に何回も ねあったんですよ、はいはい、それで身をもって感じたそうです本当ですそうです、はい、それでだんだんそんな思いをしながら、うん、通訳をしててそれでまあハワイ大学で日本文学が好きだったんで、はい、一応まあ日本文学の博士号を取得して日本の文学、はい、で、はい、日本文学を勉強しながらも、はいなんでこの、日本の小説のエンディングがこうなんだろうそしたらこんな風に終わっちゃうのみたいな。なんでこうなのとかねハリウッドと違うわっていう感じですね。そうアメリカ的なエンディングと全然違うじゃないとかね、はい、そういうことがたくさんあったんで、うん、それでまあ文学を通しても、はい、文化の違いっていうのがものすごく感じたんですね。なるほど。ですから今新しくですね、はい、日本からいろんな若い方がこちらに来て教育を、はい、先生もされていらっしゃると思うんですけどその方たちがですね例えば英語はかなり上手になる、うん、話せるようになる、はいうん、ところがその文化的になんとなくまだ今一つだなっていう、うん、そういうことがやっぱり起こっている、ね、ということでしょうか。そうですねたくさんありますねそういうことがね、うん、で例えば私の通訳のしてた時のエピソードが一つあるんですけれども、はいはい、まあその企業を代表とした取締役の方がですね、はい、アメリカの裁判で証言しなきゃいけなかったんですね。でその証言はその車がどんなに安全に作ったかっていうことを証言する、うんうん、で相手側っていうか原告側の弁護士がいろいろ尋問するわけですけれども、はい、一つの質問が、はいまあ、その山本さんにしときましょう。山本さん、はいはい、あなたの車の設計の責任者は誰ですか、はい、って聞くんですよ。設計の責任者は誰ですか、はい、設計の責任者、はい、そしたら山本さん、はいはいはい、さあそれはちょっとどう答えられないんですって言うんですね、はい、そしたら相手の弁護士さんが判事さんこの証人は答えるのを避けてます、なんかこの誰かの嘘をつくんじゃないですかこの人 の, あの誰かを守ってるから正直に答えてないじゃないですかってすごいもう反発したんですよ、はい、そしたら山本さんじゃあ判事さんがねもうちゃんときちっと答えてください山本さんって言ってはいって言ってまたじゃあ車の設計の責任者はどなたですか、はい、さあちょっと答えられませんって言うんですよ、はい、そしたら今度弁護士さんがその山本さん側の弁護士さんがタイムアウトちょっと休憩って言って、はい、山本さんどうして答えられないんですか何ですかってちゃんと人の名前を一つ言えばいいじゃないですかって言ったんですよ、はいはいはい、そしたら山本さんはねいやでもね一人の責任者はいないんですよ。それぞれグループになって設計者がその車体を設計する人、はい、ブレーキを設計する人燃料タンクを設計する人室内を設計する人それぞれがいて、うん、それでみんなが話し合いながら車が一つ成り立っていくと。でブレーキをちょっと変えると燃料タンクもちょっと変えなきゃいけない、はい、燃料タンクの設計を変えると車体も少し変えなきゃいけない、はい、ですからみんなが一緒になって技術者が仕事をしてるから一人の責任者っていうのはいないんですって言うんですよ。それでこうやってはーそれでは答えられないってことになったんですね。この例はですね、はい、例えばその異文化能力っていうんですか、はいはい、何が分かればそれが分かるんですか。そうですね、それを、はい、説明すればよかったんですけれども、はい、そんなに当たり前だと思ってたんですよ山本さん。日本の方はね山本さんは、はいはい、なんで聞くんでしょうなんで一人の名前を言わなきゃいけないんだろうって思いながら答えられませんって言ったんですよ、はい、でもアメリカ側としては、はい、この人は答えを避けている嘘をつくんじゃないのかね、なんか誰かを守ってるからその責任者の名前が言えないんじゃないかとかねそんなすごい悪い方に解釈されたんですよ ね。 なるほどね。それで結局山本さんはこれ全部ちゃんときちっと説明してください文化の違いで組織図が違ってると、はいはい、
それでアメリカの設計者の場合にはチーフエンジニアが一人いると、はい、でそのチーフエンジニアにみんなそのリポートして、うん、それでそのチーフエンジニアが決断して、うん、それで責任を持って、はい、そのいろいろとアプローバルしながらできていく、はい、そうじゃないと、うん、日本はみんなが一緒になって仕事をしながらできていくって、うん、ものすごく集団的な、はい、その調和のあったグループ意識の強い、はいはい、あの仕事の仕方です、うん、ものすごいいい製品ができてますよね、うん、日本はね、はい、みんな日本の車運転してますそうですよね、はい、みんな日本の車、はい、いい車、それでいい車ができるわけですよね、はい、みんなの力を合わせてるから、はい、でアメリカ側はそうじゃなくてチーフエンジニアが一人いて、ですからそれが当たり前だとアメリカの弁護士は思ってるわけです。そうするとこの場合ですね、はい、その日本側もアメリカ側も自分の文化をこうに違いないと思って、まあ、誤解が生まれてしまった。そうです。でこういった例はですねすごくいい例だと思うんですけれど、はい、例えばじゃあ教育の場でどういうふうにそれを、うん、例えば日本の学生さんに英語を学ぶときに教えるのか、はいはい、またはアメリカの学生さんが日本語を学ぶときですね、また他の国でもいいと思います、うん、どういうふうに教育をしていくいけるんですか、うん、そうですね、はい、それはあのちゃんとこう研究者がいるわけなんです、はい、でこういうことを研究してる、まあ、本とかいっぱい出てます今ね、はいはい、で一人その第一人者っていうのはフォンス・トロンペナーズっていう人がいたんですけれども、はい、その人はもともとねシェル会社あのオランダ人で、はい、あのシェルに勤めてたんですね、はいはい、でシェルっていうのはご存知のように石油会社で世界中にいろんなオフィスがありますよね、はい、それでその人あのトロンペナーズは人事部にいて80年代頃に、うん、で例えばそのオランダでワークショップ、うん、人事部のトレーニングワークショップをやってうまくいったのに、うん、そのトレーニングワークショップをそのままインドネシアに持ってってやっても、うん、マネージャーの人たちは全然理解してくれないと。なるほど。なぜだろうっていうことになって、はいはい、でそれをそのまま日本を持ってっても全然うまくいかない、はい、それでそこでちょっとやっぱりこれは文化の違いじゃないかなっていうことになって、それでアンケートを取り出したんですね、はい、でいろんなこの質問があって、あなたは ABC どの答えを選びますか、こういう状況になった場合には ABC 何が正しいと思いますかっていうアンケートを46,000人世界中世界40カ国の46,000人大規模な、そうなんです、はい、あのはい、シェルに勤めてるマネージャーの人たち皆さんに配ったんですね、はい、うん、でそれをデータベースとしてで文化の違いの寸法っていうのをディメンションっていうのを作り出したんです、はい、でそれが7つあるんです、はい、でその7つのディメンションであのこの文化の違いを測ることができるわけですね、少しなんかこう物差しが出てきたっていうことなんでしょうかね。そうです、そうなんです、あのじゃあちょっと面白いお話なんですけれど、これは引き続きですねお休みの後にあのまた続けてお話を伺いたいと思うんですが、はい、文化の違いを勉強するときにはまた教育をするときにはただこうはい違いを知りなさいということではなくて、やっぱり研究者が研究していらっしゃる物差しのようなものを使って、そういう感じでしょうか。そうです、その通りです、はいはい、ではとりあえずここでちょっとお休みを伺いただきたいと思います、うん、Take a short break here and we'll be right back.日本語でお届けしています。ここでちょっと番組ここでちょっと休憩をいただきます。Hi, I'm Pete McGuinness-Mark and every Monday at 1 o'clock I'm the host of ThinkTech Hawaii's Research in Manoa. And at that program we bring to you a whole range of new scientific results from the universityranging from everything from exploring the solar system to looking at the Earth from space, going underwater, talking about earthquakes and volcanoes, and other things which have a direct relevance not only to Hawaii, but also to our economy. So please try and join me, 1 o'clock on a Monday afternoon for ThinkTech Hawaii's Research in Manoa, and see you then. Aloha, my name is Mark Shklov. I am the host of ThinkTech Hawaii'sLaw Across the Sea. Law Across the Sea is on ThinkTech Hawaii every other Monday at 11 a.m. Please join me where my guests talk about law topics and ideas and music and Hawaiiana all across the sea from Hawaii and back again. Aloha.We're back from break. I am Yukari Kunisue, and this is Konnichiwa Hawaii, talking with Dr. Elizabeth Keith, educator and specialist in cross-cultural communication.
ライブでお届けしております日本語 Think Tech Hawaii こんにちはハワイ。今日は教育者でクロスカルチャー分野の専門家でいらっしゃるエリザベス・キース先生にお話を伺っています。引き続きですね、はい、先ほどまあ、こういう物差しがあるという話でしたけど、 それを簡単にちょっとどんな大きなところを見ればいいんでしょうか。そうですね、はい、このトランペナーズが、こう発明したっていうのはそのセブンディメンションっていうのがあるんですけど、まだ他の学者さん、例えばホフスティールとかエレン・マイヤーズとかエッド・ホールとかいろんな人がいるんですけれども、エドワードホール聞いたことあります。ありますか、エドワードホールね、はい、聞いたことあります、はい、でそのいろんな測り方、文化の違いの測り方っていうのがあって、例えば一つの文化は、まあ、集団グループ意識がすごく強いとね、うん、グループの意識、日本のようなグループ、そうですね、グループ意識、はい、それで、はい、それに対してもっと個人を尊重する文化もあるわけで、西洋文化、そう、西洋文化、そうです、はい、自分の意見をはっきり主張しなさいとかね、はいはい、で自分のことを考えてきちっと自分の考えでちゃんと考えて発言しなさいとかっていう教育の仕方があるわけですよね、うん、はい、それでグループ集団は、ハーモニー、調和がすごく大事ですから、はい、言葉を気をつけて、はい、その調和を崩さないように、うん、教育されるということですね、はい、ですからそういうのが、違うの。もう一つは例えばその肩書きとかがありますよね、はい、アスクリプション、アチーブメントっていうんですけれども、はい、アスクリプションに偏ってるカルチャーは、はい、例えばその肩書きとか血筋とか、ね、その人のバックとか、はいはい、その育ちとか、うん、その名前、例えば人は社長の甥っ子さんだから部長になるんだよっていうのは当たり前だっていうような考え方、それも一つの、それに関係あるんですけれども、うん、もう一つの文化は部長の社長のネフィューでも甥っ子さんでも誰でも能力パフォーマンスができなければ、はい、そのパフォームできなければアチーブメントもないし、その部長にもなれないと。なるほど。ですからその実力、はい、自分の実力が大切だ、はい、バックがどうあろうと、名前が、名字がどうあろうと、はい、それで肩書きがどうであろうと、そのパフォーマンスがどうかっていうのが、実力主義ですね、そうです、実力主義、はい、はい、でそれが文化によって違うんですよね。イギリスとか日本とかは主にその肩書きとかバックとかは大事だというふうに考えてますけども、はいはい、アメリカとかはよく私はオバマさんの話をするんですけども、はいはい、オバマさん全然で名前がフセインでしょ、はいはい、名前がですからそれでも大統領になれたという、はい、アチーブメント そのいい例の一つなんですね。ですから実力がある、ということでちょっとお伺いしたいなと思うんですけれど、今やっぱり人文教育についての専門家でもいらっしゃるんですが、はいはい、今やはりその実力とかパフォーマンス、はいはい、どうやったらこの能力を仕事に生かせるか、はい、いい仕事についてお金を儲けられるか、うん、そういうふうに考えてらっしゃる、うん、親御さんもそうですよ、子どもたちも、はい、学生さんもそうだと思うんですね、うん、で先生はそういう考えに関して、うん、ちょっと違うんじゃないのっていうお考えをお持ちのようなんです、ね、少しお話しいただいてもいいですか。STEM 教育ってご存知ですか。 STEM、はい、STEM ですね、はい、そうですね、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マスマティックスなんです、はい、で日本語で言うと、はいはい、科学、はい、技術、はい、工学、はい、数学、はいはい、その4つが大事だっていうふうに、ね、最近言われてますけれども、はいはい、もちろん大事ですよね。でこれ技術を身につけるということは非常に大切なことですけれども、何のためにその技術、うん、その能力を使うのか、うん、はい、っていうことを勉強できるのがその人文学ですね、ヒューマニティーズ。何のために技術やそのテクノロジーみたいなものを使うのか。そうです、はい、人間がもっと楽ができるような生活とか、うん、人間に貢献するような技術を使うとかですね、うん、その人間を破壊してしまうような技術でしたら何もならないでしょう、うん、そうすると価値観とか何が正しいか、うん、モラルとか、うん、そういったことが全くない人は、うん、技術を何に使っていいのかわからないと。なるほど ね、そうするとものすごい危険だと思うんですね。偏ってしまうということですね。そうです。で今はやっぱりそういう教育を
やっぱ大事だと思ってらっしゃる方が多いと思うんですけれど、それからお金が、まあ、バジェットがね、教育のバジェットをどうせ教育にかけるんだったら、そういう技術をもっとしなさいとか、で、先生はそういうふうにはお考えではないということですね。でももちろん就職できなかったら困るんで、やっぱり何らかの技術は必要なんですけれども、それプラスですね、それだけじゃ足りないと思うんです。ですからやっぱりその価値観、values education とか、例えばその critical thinking skills ね、何が正しいのか正しくないのかっていうことが判断できるような人間にならないと、ということは鵜呑みにしないということですか。そうですよ、先生がこう言ったから、そうです、はい、そう言ったからそのまま納得するんじゃなくて、question authority って言いますよね、アメリカではね、はい、ですからその権力を持っている人に対しての疑問を持ちなさいと、はい、質問してみなさいと、question authority と言うんだそうです、はい、question authority 覚えておいてください、はい、それがアメリカ的なそのヒューマニティーズのエデュケーションだと、教育だと思うんですね、でそれがとっても大事だと思うんです。ですから、まあ、シンガポールでも今までずっとSTEM教育とかってしてたんですけれども、そのセンターフォートランスカルチャースタディスっていうのが2012年に政府によって作られて、はい、それに私が行って、そこで、はい、ヒューマニティーズ、人文学とか文化系の、はい、勉強とかをして、ワークショップ、カルチャー、その異文化能力をつけるための、はい、教育をしてきたんですけれども、ですからそのプラスアルファですね、はいはい、ですからハードスキルだけではなく、それにプラスソフトスキル、ね、正しい価値観を持って正しくものを考えて、それで正しくその技術を利用する人間が、人間がそう豊かになって、はい、いい生活ができるようにその技術を使うと、ね、はい、何のために技術を使うのかっていうその根本的な知識がないと、これは良くないと思うんですね、はい、ですからそれがヒューマニティス、人文学から、はい、出てくるんだと思います。で、エリザベス先生はシンガポールにいらして、そういった異文化の教育に携われると、はいはい、でシンガポールってやっぱりちょっとハワイと似てるところもあると思うんですね、うん、小さい国 で、はい、でね、やっぱりいろんな人種が混じっていて生活をしていて、はい、でやっぱり教育をするっていうのがすごく大事な場所だったわけです、はい、ね、そうですね、はい、そのシンガポールにはその PhD の比率が最も多い国だって言われてるんです、はい、PhD は博士号です PhD です、世界各国、はいはい、そうですね、その世界各国からの PhD の方々が集まって、うん、それでその次の世代の教育をまあ一生懸命してるわけなんですけど、うん、というのは天然資源とか全くない国で、ないですよね、はい、小さなところですもんね、はい、ですからその人材を育てる、将来的にはそれが最も大事な使命であるっていうふうに政府は考えてて、それでその教育者たちを いろいろ集めて、いろんな国から集めてるんですけどね、それにまたそれでいらっしゃったということですね。あ、そうです、はいはい、それで、まあ、やはりそのSTEM教育っていうんですか、うん、その工学とか、はい、IT とかですね、コンピューターとかデザインとかいろいろ教育してますけれども、それプラスソフトスキル、うん、ですから世界各地でも通用する人間と人間との そのコミュニケーションができる人間を作りましょうっていうことで、はい、そういうセンターができたんですけれども、まあ、そうですね、ハワイもこんなにいろんな人種が集まってるんで、はい、すごくそういうことを、まあ、勉強するにはいい最適な場所だと思いますよ、うん、そうですよね、実際、それが日常の中で、中国の方がいたり日本の方がいたり、はいはい、フィリピンの方がいたりっていろいろあるわけですよね。はい、それが、まあ、例えばエリザベス先生のご両親のように結婚されてる人もいますし、うん、そうですね、おじいちゃんおばあちゃんからずっといろんなのが混じってるっていう人もいますし ね、 そうですね、一つ質問なんですけれど、はい、そのSTEMに対してその人文がプラスアルファとおっしゃったんですけれど、はい、それを大事と思ってらっしゃる方は、うん、プラスアルファというよりも根底だというふうに、うん、つまり最初 G 教育って言いますよね、大学の最初の2年間は先にそれをやって、はい、それから数学を載せなさいとか、うん、技術を載せなさい、うん、それについてはどういうふうにお考えですか。そうですね、私もその、まあ、同意します。そう、本当にその根本的な知識だと思います、うん、でそれができ成り立たないと、はい、何のために勉強してるのか、何のために工学を勉強してるのか分からなくなってしまうんですね、うん、ですからやっぱりすごい、まあ、根本的にだと思いますけど、でも、はい、
まあ、傾向として皆さん、うん、教育者たちは、うん、STEM 教育、仕事、就職に直接つながるような技術が必要だと、はい、ね、っていうふうに今までの流れは来てますよね、はい、ですからそうじゃなくて、うん、もうちょっと一歩戻ってですね、うん、もう一回教育って何のために教育をするのかっていうことを、うん、しっかり見つめてですね、はい、考えて、それで、はい、プログラムとか作る必要があると思いますよね。なるほどね、はい、例えばそういう教育を受けても、技術的な教育を受けても、うん、まあ、就職はできるかもしれませんけれど、うん、じゃあ一旦その就職をした後に、そうそうそう、じゃあどうやって例えばチームの人たちがどういうことを考えているのかとか、うんうん、それからお客さんは何を必要としているのかとか、そうですね、他の国に工場を作る、じゃあそういう時にはその、うん、そちらの人たちのマネジメントはどういうふうにしたらいいんだろう、 その辺がまだ入ってないわけですよね。そうです、そうです、その通りです、うん、ですからそれをちゃんと理解していただいて、それから、はい、マネージャーになったりです。でそのどうやってそういう理解ができるかっていうと、やっぱりその人文学ですよね、理系っていうかじゃなくて文学系、文系なんですか、はいはい、そちらの方が大事になってくると思うんですね、うん、で先生は今高等教育、うん、ハワイ東海インターナショナルカレッジというところで、うん、副学長をされていらっしゃるんですけれど、はい、その大学生にならなくてもですね、はい、高校中学また小さい時から子どもたちの情操教育っていうんでしょうか、はいはいはい、そういうのもすごく大事だと思うんですが、そうですね、例えば今ここで日本の方でですね、うん、ハワイでお子さんを育ててらっしゃる方とか、うん、そういう方たちに異文化能力が、うん、こう成長するようにどういうふうにして、うん、お母さんお父さんたちは子どもたちを育てていったらいいんでしょうか、うんうん、それは素晴らしい質問だと思います。ありがとうございます。いやでも本当これは大事なことで、やはりね、ご両親が例えば日本の方だとしますね、それで例えばアメリカの学校に、まあ、ここはまあアメリカですから、はい、アメリカ的な教育を受けるために英語の学校に行くと、うん、いうこと、まあその英語の学校に行って少し違いがだんだん出てくると思うんですね、うん、でそれをしっかりと見つめて、うん、それでまあアメリカではこうだけど日本もこういうふうに考えてるんだよっていうことを、うん、ご両親とかがきちっと説明しながらね、していくと、そうするとその異文化という意識がだんだん高まってくるんじゃないかと思うんですね。ですから毎日の生活の中でもできることだと思います。なるほど、はい、じゃあ先ほどのメガネの話、はい、レンズの話ですけど、はいはい、じゃあアメリカではこうやって見てるんだね、そうそうそう、ちょっと日本で見てみようかみたいな、 そんな感じでしょうか。そうですね、その通りですね。じゃあお育ちになった時も、うん、お父様とお母様っていうのは、はい、アメリカではこういうふうに見るんだよとか、はい、北海道ではこういうふうに見るんだよとか、うん、そんなのがあったんですか。そうですね、はい、でまあ母はもうほとんど日本語で話してましたし、はい、で父はまあ英語だったんで、はい、まあ、そうですね、だいぶ違いがありましたね。 ありがとうございます、はい、それではお時間がそろそろ近づいてきたようです、エリザベス・キース先生、今日は大変興味深いお話、はいはい、クロスカルチャーコミュニケーションについて、また人文教育についてお話を伺いました、うん、ありがとうございました。Okay, we are almost out of time. Thank you so much for coming, Dr. Keith, Elizabeth Keith. And stay tuned for more shows in Japanese. We will hear anti-aging skin tips, living in Hawaii in the next show. Thank you all for watching ThinkTech Hawaii. I'm Yukari Kunisue. This is Konnichiwa Hawaii. See you soon.